グリーンランドの歴史、グリーンランドの歴史は10世紀に始まると言ってよい。この頃にアイスランドのバイキングがグリーンランドを発見、移住したためである。これ以前にも先住民族の居住があったとは思われている。バイキングも島の南西岸に定住を行ったが、16世紀までにそれらの定住地は消滅した。18世紀にはキリスト教布教などを目的にヨーロッパ人による 最上陸が行われ、デンマークイコール、ノルウェー連合を国領となった。その後、デンマーク領となったが、第二次世界大戦中に、デンマーク本国がナチスに占領されたことに伴い、アメリカ合衆国に保護された。そのため、独自性が強まり、戦争後にデンマークに主権が返還された後、1953年に植民地から海外軍に昇格。 1979年以降は自治領となっている。1985年にはデンマーク領でありながら欧州共同体から離脱している。10世紀以前にもグリーンランドに居住者は存在していた。北米大陸本土から何度か上陸が行われ、それぞれ数世紀の間居住が行われていたことが考古学的資料から判明している。 全機同セット文化以降は、グリーンランドは無人であったと思われている。西暦980年代に、アイスランドのバイキングは、欧州人として初めて、グリーンランドを発見した。これは、赤毛のエイリークと呼ばれる人物によるものである。エイリークは殺人により追放されるが、追放の最中に、グリーンランドを発見する。グリーンランドの名称は、エイリークが付けたものであり。 この名称の由来には二節ある。一つは、中世の温暖な気候により、グリーンランド南部に植生が見られたというもの。もう一つは、植民を促すために古代宣伝として付けられたというものである。エイリークはアイスランドに帰還後、グリーンランドへ植民する仲間を募った。伝承では985年に25隻の船で出発し、14隻がたどり着いたとされている。 エイリークらは、グリーンランド南西岸、現在のコシアーサック付近に、最初の定住地を作っている。また、伝承では、西暦1000年にエイリークの息子のレイフ・エリクソンが、ここより出発し、ビンランド、現在のニューファンドランド島を発見している。なお、この定住地は、発掘が行われており、その異物の放射性炭素年代測定により、西暦1000年頃に居住が行われてたことは、 確かめられている。この定住地は、東西2箇所に分かれ、ピーク時には、それぞれ1000人規模となり、合わせて3000人から5000人が居住していた。13世紀頃には、ヨーロッパと生打ちの牙、羊、アザラシ、乾燥タラなどの輸出を行っている。ヨーロッパ、ノルウェーやアイスランドからは、船舶の建造に必要な木材や、鉄製品の輸入を行っていた。 アイスランドからの交易船は毎年運航され、時にはグリーンランドで越冬することもあった。住民の心境はキリスト教信仰が行われており、少なくとも五つの教会跡が確認されている。1261年にグリーンランドの住民はノルウェー王国に忠誠を誓うこととなったが、基本的には実地が行われていた。ただし、1380年には、 ノルウェー王国がデンマーク王国の支配下に入っている。バイキングの定住地は14世紀頃から衰退し始め15世紀後半には消滅したものと考えられている。この衰退の原因には諸説あり気候の寒冷化、商標期による航海の難易度の上昇、ノルウェー戦による公易独占に伴う公易の衰退、 欧州における造下の流通に伴う生打ちの牙の価値の減少などが挙げられている。後期同セット文化は現在のカナダ北東部を中心に繁栄しており、10世紀頃にはグリーンランド北西部に居住していた可能性が取り沙汰されている。しかし、この文化も1300年頃までに消滅している。1200年頃からは中入れ文化が 西方から広まってきたことが判明している。中ーれ文化は、狩猟を中心とした文化であり、極地での生活によく適応していた。中ーれ文化は、後期同セット文化よりも、やや南方に分布し、島の最北部には居住しなかったが、島の西部、東部の広い範囲に居住した。この中ーれ文化の民族は、現在のイヌイットの祖先と考えられている。 中ーレ文化とバイキングとの関係は不明な点が多く、広範な議論の対象となっている。バイキングたちは無人だったアイスランドとは違い、グリーンランドでは先住民たちと交渉する機会があった。中ーレ文化の人々は南下の末、12世紀にはバイキングたちに遭遇したと考えれる。二つの文化が交わった痕跡は限られている。ノース人、 バイキングたちの残した文献により、彼らは異民族をスクレリングと呼んでいたことが分かっている。また、アイスランディックアンデゥズはノース人とスクレリングとの接触が描かれた数少ない資料である。これによれば、スクレリングの側に敵意が生じ、18人のノース人が殺され2人の少年が連れされたという。考古学的調査では、イヌイットとノース人の交易らしき跡が見られるが、 イヌイットの遺跡には多数のノース人の産物が見られるのに対し、ノース人の入植地跡にはイヌイットの産物が滅多に見られない。これはノース人がイヌイットに全く関心を示さなかったためか、もしくはイヌイットがノース人の居住地を乗っ取ったものと考えられている。1536年にノルウェーがデンマークの完全な従属下に置かれると、グリーンランドは デンマーク領となった。17世紀には、イギリス、オランダ、ドイツの捕鯨船が、グリーンランド近海に失業したが、定住地を作るまでには至らなかった。1721年に、ノルウェーの宣教師に引きられた一団がグリーンランドに上陸した。この一団の目的は、グリーンランドにおける欧州人の居住の確認及び不況あった。商人も含まれていた。 この一団によって、欧州人によるグリーンランドの最低重化が行われた。この植民地は、ゴッドホープ、現在のヌークと呼ばれ、グリーンランドの南西湾に建設された。また、イヌイットと交易を行い、イヌイットの一部へのキリスト教不教に成功している。1774年に、デンマーク王政府による王立グリーンランド貿易会社が設立された。この会社は、 グリーンランドの行政も任されていたが、当地はなおざりで交易が中心であった。そのために20世紀初頭の領有権問題を引き起こすこととなった。19世紀初頭、デンマークはナポレオン戦争の結果、敗戦国となり、1814年にノルウェーがデンマークから分離するが、グリーンランドはデンマーク領として残された。19世紀以降になると、 探検家や科学者がグリーンランドを訪れるようになった。グリーンランド生まれの探検家、クヌートラスムスセンは、犬ぞりで探検を行い、地理的な発見や民族資料の収集を行っている。このほか、交易も盛んであり、グリーンランドのデンマーク植民地は栄えていた。なお、デンマーク法の適用は、デンマーク人植民者に限られていた。なお、19世紀までの定住地の北限は、 北緯81度あたりまでであったが、19世紀中に島の最北部へイヌイットが定住を始めている。植民地としてのデンマーク人のグリーンランド全島支配が及ぶのは20世紀前半、1917年以降であった。グリーンランド最初の議会は1862年から1863年にかけて開催されているが、これは島全体のものではなかった。 1911年に島にランドスティング議会が導入されたが南部と北部に分かれ、この2つのランドスティングの統合は1951年までなされなかった。なお、政治決定の大部分はデンマーク本土で行われ、グリーンランドにはほとんど決定権がなかった。19世紀の終わり頃のグリーンランドは捕鯨が主な産業であった。 1931年にノルウェー人の捕鯨業者がグリーンランド東海岸の無人地帯に上陸し、ノルウェーがその地の併合を宣言するという事件が起きた。これは1933年に常設国際司法裁判所の裁定により、ノルウェーの主張が認められず、グリーンランド全島においてデンマークの主権があることが確認された。また、アメリカ、 スウェーデンも領有権を主張したが認められなかった。第二次世界大戦中の1940年にデンマーク本土がナチスに占領されるとグリーンランドの立場は微妙なものとなった。1941年4月9日にデンマーク中米大使の独断によりグリーンランドはアメリカの保護下に置かれアメリカ軍が駐留する協定が結ばれた。 中米大使のヘンリック・カウフマンが本国の指示に反して行ったものであった。4月12日にアメリカ軍は島に上陸し、各地に軍事基地を設営した。戦争中においては、デンマーク政府の支配が及ばないが、必需品は北米より供給され、表彰席の輸出などが好調であったことから、グリーンランドの状態は良好であった。冷戦期においては、 北極を経由し、北米からソ連本土へ最も近い位置にあるということで、軍事上の用地となり、中空軍基地の建設などが行われた。1953年にグリーンランドは、デンマークの植民地から海外軍に昇格し、デンマーク国会へ代表を送り込めるようになった。デンマーク政府も、教育、福祉の充実に力を入れるようになり、そのために、 町での集中が図られることとなった。町への移住の結果、漁師の失業などが発生し、この失業問題は長くグリーンランドを煩わせた。デンマーク本国が欧州共同体への関与を深めていくと、その経済、関税政策はグリーンランド住民の不満を高めることとなった。グリーンランドはヨーロッパではなくアメリカカナダとの貿易が多く、 経済的利点を許さなかったためである。1973年にデンマークでは EC 加盟への国民投票が行われ EC 加盟を果たしているがグリーンランドでは反対票が多かった。このためグリーンランドでは自治権獲得運動が盛んになった。その結果1978年に自治権を獲得し1979年よりそれが発行した。 一部の国際関係も自治政府の管轄にあり、1982年には EC 脱退を議決し、1985年に脱退している。また、同年にグリーンランド自治政府は地名をデンマーク語からイヌイット語に変更を行い、グリーンランドの旗の制定も行っている。独立運動の動きはあり、これまでは経済事情もあって強い動きとはなっていなかったが、 イヌイットユアイトーのもとで独立運動は盛んとなってきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。